2019明治安田生命 J2 リーグもいよいよ最終節を迎えています。この時間は柏レイソル対京都サンガ FC の一戦をお届けいたします。まあ、本当に京都からすると勝ち点3を獲得して、まあ、あとは他会場の結果を待つと。やることはどうですか？シンプルですか？非常にシンプルだと思いますね。はい、でもそのシンプルっていうことが一番難しいんですよね。はい、なんて言っても相手は柏レイソルですから、まあここがどうかっていうところですね。そうですね。それではホームの柏からメンバー見ていきます。ゴールキーパー中村です。フォーバック今日は右に高橋俊樹、山下、鎌田、小賀、中盤4枚クリスティアーノ、三原、シャルズソン、そして瀬川、オルンガがケニア代表から戻ってきています。江坂と2トップを組みます。京都のメンバーご紹介します。今日は 4-3-3 のシステムを予想しています。ゴールキーパー清水です。フォーバック安藤、ウェービス、田中、本田、アンカーのポジションに庄司が入って福岡と金久保がインサイドハーフ、右に先頭、真ん中一味、左に小山津という形を予想しています。金久保のところ引っ掛けて瀬川運んでいく、スピード上げます。瀬川、真ん中江坂、左オルンガ、右から江坂、クリスティアーノも来る、オルンガ仕掛けて、オルンガのシュートだー、ニアハイ突き刺したオルンガ。すごいシュートです。右サイドの奥の方はクリスティアーノとかも動いてたんですよ。でヘッドダウンしてるんで、これ厳しいかなと思ったんですけど、やっぱりこのリーチの長さ、これによってウェービスがこの間合いをちょっと誤りましたよね。クリスティアーノ仕掛けてシャルツソン、いいタイミングで上がってきます。戻してクリスティアーノ、ダイレクトクロス、高いボール、オルンガヘッド、ジャンプしないで決めました。柏2点目。これクリスチャーノが素晴らしいと思います。っていうのはわざと犯してるんですよ、ふんわりしたボールを、はい、でオルンガヘディング強いんで、そのコースにさえ入れば相手は大きな2メーター近くありますから強いし、はい、ここに入ってこれないですよね。瀬川中に外してクリスティアーノ、高橋が上がってきます。中を見て中3枚、低いボール中央、瀬川合わせて柏3点目、完璧です。よくねフェイス作って瀬川ワンタッチで押し込みましたね。シュートは結構難しいですよね。そうですね。福岡から金久保です。江坂のチャージ、金久保、まあ引っ掛けた、シャルツソン、オルンガへ、オルンガ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 ハットトリック。これ良かったですね。ボールをここでチェイシング江坂がして奪って一気にもカウンター、ここでオルンガこれ最後また抜いてると思うんですけど、はい、やっぱこういう技術も持ってるし、はい、あともう一つはここに入れる、我慢して今いたポジション、はい、入れたっていうことが良かったんですよ。シャルジソンが倒れていますが、ワンツーで出てきます。富田ダイレクト、宮崎抜けてきたか、一味こぼれ球、1点返した小山津決めて京都1点返しました。いやこれシャルジソンがねちょっと倒れ込んでたんですけど、そのまま続けましたよね。で一瞬柏の選手がボールホルダーに行けなくて、でこれは一味が、ね、よくターンしてシュートした、はい、でなんて言ってもこれ小山津、これ技術というよりもこれ気持ちで押し込んだようなゴールでしたよね。そうでしたね。クリスティアーノへ、クリスティアーノのクロス中央へ、こぼれ球、高橋つないで、オルンガ、今日一人で4点目。あと今度は角のペナの角の隅じゃなくて、それ前半決めてるんで、今度はそれキーパーとの駆け引きで逆サイド、この駆け引きも持ってたのが良かったですね。ロックです。
いやまた今度は鹿島クリスティアーノ、クリスティアーノカットインから左足、綺麗な弧を描いて鹿島6点目。うまくねカットインして左で巻いて逆サイド、はい、もう教科書通りじゃないですか、ね、本当ですね、はい、先ほどクロス入れてたので最初のこの右足の切り返しに引っかかってしまうってことなんですね。そうなんですね、オルンガー胸コントロール拾う江坂、いいとこに持ち出して中を見る江坂、江坂、江坂かわして、江坂自分で行った、江坂こぼれ球、オルンガです。今日はオルンガ、江坂も彼の心情とすると、はい、今日ゴール決めてないですよね。そうですね、で最後俺絶対決めてやるっていうね、はい、この気持ちを持ってたのがすごい、江坂がまた真ん中来る、それを取りに使ってもう一つ後ろ、瀬川、オルンガが後ろから入ってきて、オルンガだ、一人で6点。オルンガです。鹿島8対1、右クリスティアーノスペースがある、クリスティアーノ、クリスティアーノー、止まりません柏レイソル、これぞチャンピオンです。ハイボール左、マテウス・サビオ入れ替わった、マテウス・サビオ折り返してクリスティアーノ、うん、よく触った清水、クリスティアーノのクロス後ろからマテウス・サビオ、10点目です。2桁得点に乗せました柏レイソル。スプリントかけてオルンガへ、オルンガ落として後ろから瀬川、瀬川打てない、こぼれてマテウス・サビオ、面白いようにゴールが決まります。11対1、10点差つきました。外の方はちょっと庄司が足をつってます。ここ、ね、オルンガ強い、オルンガヒールパス、クリスティアーノ、クリスティアーノー12点、最強です柏レイソル。後半のアディショナルタイムは2分の表示です。一気に前線、オルンガだ、抜けた、右からクリスティアーノ、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガが行って、オルンガ一人で8点。このかわす余裕って言いますかね、その点の取り方も毎回同じじゃなくて、はい、最後は抜いてこう決めるとか、この辺も駆け引きが入ってて非常にいいですよね。試合終了です。柏レイソル13点取りました。13対1、京都を破って見事に優勝に花を添えました。